およねこブニャンは、市川美佐子のギャグ漫画作品、またはそのアニメ化作品。1973年から、週刊少女コミックに連載。当初の題名は、幸せさんであったが、アニメ化を機にタイトルを変更した。また連載開始当初は、内容が大幅に異なっており、その後試行錯誤を繰り返した末に、およよ、主人公に据えたギャグものに転換された。 単行本は1976年から小学館のフラワーコミックスで9巻まで刊行された。そのうち6巻までの単行本は当初幸せさんとして刊行されたが、こちらもカバーデザインとともにタイトルが変更されている。7巻以降は初版からおよねこぶーにゃんとして刊行された。2008年にブッキングより復刻版が刊行された。また、 アニメ化に伴い、少女コミックの姉妹誌である、チャオニて、小道迷子の作画によるコミカライズが掲載された。主役のおよよ猫は、旧安田信託銀行の通帳キャラクターに採用されていたことがある。近年では、パズル雑誌のナンクロプレゼントで、およよ、歳時期編態という4コマ漫画が連載されていたこともあり、全1巻が刊行された。 1984年4月3日から10月23日、1985年3月5日から3月19日まで、テレビ朝日で放送。全93話、1話3本のオムニバス形式。風変わりな猫、およよと茹でた家の長女卵やその友人たちが毎回、騒動を起こす、ギャグ作品。放送前に、声優の異なるパイロットフィルムが制作され、 第一平太郎が撮影監督で参加していたノンクレジット。本来の枠とは違う月曜19時30分マイナス20-00で放送。ありがとうございます。